Z501 は第二次世界大戦前にイタリアのカント社で生産された飛行艇である。第二次世界大戦時には旧式化していたが扱いやすい機体だったため洋上哨戒、長距離偵察、戦団護衛、海上救難などの幅広い任務で重宝された。カント社では1934年に単発の中型飛行艇 Z501 を開発した。 設計事務者はフィリッポ・ザパタ・ギシ。Z501 は高翼中央停体の飛行艇で、機体は木製ハーフバリだった。主翼の中央部に大きなエンジンナセルが設置され、そこにイゾッタフラスキーニアッソエンジンを一気搭載した。このエンジンナセルの後方に後部情報防御用の銃座が設けられていて、これが本機の外観上の大きな特徴になっていた。このか。 翼支柱で支えられた定外の爆弾化に 640kg までの爆弾を搭載することができた。1936年頃より部隊配備が開始され、第二次世界大戦にイタリアが参戦した時には洋上偵察飛行中隊に200機以上配備されていた。しかし、この頃には本機は旧式化しており、低速で防御武装が貧弱だったことから、 敵戦闘機の餌食になることが少なくなかった。反面、木製の割には頑丈で、扱いやすい機体だった上に単発機としては、長大な航続距離を有していたため、洋上紹介、長距離偵察、戦乱護衛、海上救難の任務においては終戦まで活躍した。イタリア降伏後、残存機は、ファシスト空軍側、連合国側に、ほぼ半数ずつ機体が使用され、 終戦後も残ったわずかな機体が対戦紹介や海上救難任務についていた。最後の機体がスクラップになったのは1949年であった。ありがとうございます。